お前が後手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、鬼止めてきた。アイフリギシャ回復交換にして、あ、そっか、これさっきこっち解いて、で、桂馬飛んだら4四角と出れる、出れますね。で、金と金で受けてくるか、まあ、普通は金で受けてくるので受けてこなかったですね。はい、行きましょう。ちょっとただ陣形の差で微妙か。あー、なるほど。2分30秒。どういう攻めがいいか。一応馬できつつ飛車に当てて、もう一回こっち、まあどうですかね。お相手の方が陣形は硬そう。こっちはちょっとまずいか。飛車なり見せて、飛車なり見せて、飛車なりの方がいいんじゃないかっていうところですね。うん、これ詰めろ、メロかけといて、1分30秒。ん、時間がないか。いや、馬が硬い。行くか。これでまあ強撃態勢、桂馬と竜で挟んでいいんじゃないでしょうかってところなんですね。これは強者取れる。これまずいか、大丈夫か。いやー怖い、いやー怖い。いやー怖い。大丈夫か。これで積んでる。いやー、ギリギリ。お前の勝ちだ。いや、これは珍しい。
ギリギリ詰ますことができました。ありがとうございました。お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。でこっちは受けて、まあ、これ受けざるを得ない。四間飛車。もし玉囲ってこなかったら陽流四間飛車。あ、これ行ってみます。縦石流。で無理やり飛車交換。多分銀上がってきますかね。そうですね、こっちのが玉形いいんじゃないですかっていう主張ですが乗ってくれませんでした。どうでしょうか。あー強引に来ますね。これ取るしかない。相手の棒銀をなんとか実らさないようにしたい。これ一応飛車成りあるんで受けないといけないですね。これ受けづらい、受けづらいか。あー受けづらいか。2分30秒。角出たら難しい。でもまあこれはうなりのチャンスで。いや硬い。2分。あ行きますか。ここで、まあ、壁金壁になってる。あしまった、やば。いや積んでた。いやミスった。これI-2飛車成りですよね。どう考えてもこれで罪か。いや危なかったです。ちょっと待ちが1分30秒。これで罪ですね。いやなんとか最後勝ててよかったです。ありがとうございました。